はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルのロボラボです。さあ、今日取り扱う題材は1977年に放送されていた合身戦隊メカンダーロボ。ただちょっと斜め上を狙ったアイテムを紹介したいなと思って探してきたのがこれです。まあ、主人公ジミーたちが乗るメカといえばメカンダーマックスの方は皆さんご存知かもしれないんですけど、一応こんなのもありまして、地上用のトライマックスって言います。さあ、今日はこのメカをご紹介させていただきます。今回も動画のラストには恒例のお絵かきコーナーご用意しておりますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。で、気に入っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタンをまたよろしくお願いします。これらはもちろん放送当時のおもちゃなんですけど、僕は10年以上前に秋葉原のマンダラケさんで買いました。呼び方いろいろあって、これ商品名はトライ F1 って書いてますけど、トライカー1って言ったりトライカー F1 っていう言い方もあるみたいです。今回はトライカーで統一させていただきます。で、こっちがトライカー2、もしくはトライカー GT2、商品名はトライ GT2 です。ややこしいですね。で、これがトライカー3、またはトライカー B3、またはトライ B3 です。この3機は設定的に他にもちょっとややこしいとこあるんですけど、それまた後で。中古ショップで買った時に中身は一度開けて遊んでるんですけども、もともとはね、こんな感じで箱に入ってまして、でもプラスチックのケースがね、だいぶ傷んじゃってます。しょうがないかな、これは。あと中にミサイルがついてます。僕まだ開けたことないです。これ販売元が株式会社 A 大って言いまして、そっから発売されていた A 大グリップっていうシリーズの一つです。なんかそのシリーズはミニカーとかも出してたみたいなんですけど、ただ僕年齢的にあんまりそのシリーズを買った記憶がないです。3のこのプラスチックケースはもうボロボロになっちゃってます。このおもちゃの年齢的にも40歳以上ですからね。で、実はこれ早くも合体形態になっちゃってまして、先に見せちゃいましたけど、分離状態ではこうなってます。もう一番面白いとこ見られちゃいましたね。トライカー1、ガスタービンエンジン2機を搭載し、最高速度は時速350キロを超えると劇中のナレーションが言ってました。近くから見るとこんな感じ。このトライカー1と次のトライカー2はなんかアクセルペダルが3つあるらしいんですよね。どうやって使うのか僕よくわからないんですけど、裏側はこんな感じ。コロ走行ができるように車輪がついてます。で、合金が使われてるのがこの青い部分ですね。ちょっとした重さを感じます。このキャノピーのところ、これね、偶然取れちゃったんですけど、これ中身一応シートの造形が作られてます。トライカー2は、一応遊ぶ前にこのミサイルを取り付けておいた方がいいかなと思います。デザイン的にね。実はミサイルのところがちょっと壊れやすくなってるのであんまりやりたくないんですけど、ただ見た目的にこれないと閉まらないので、一応こんな感じで遊ぶ準備が OK です。トライカー2、レーシング用ターボエンジン2機を搭載し、最高速度は時速300キロを超える。これ本当は劇中では黄色なんですよね。でも赤もかっこいいかな。あとこのデザインがいいですよね。僕子供の頃こういうデザイン大好きでした。あと車体が前後に分割できるんですが、この後ろの方は合金製です。で、ミサイルを飛ばすときはこのスイッチ前に押すんですね。そうすると飛びます。これさっきちょっと試しにやったとき壊れちゃったんで、直したんですけども、あんまりやりたくないな。トライカー3、ロケットエンジンを1機搭載し、最高速度時速300キロを常に維持できる。さっきから何むちゃくちゃ言ってるんだと思ってるかもしれませんけど、これ劇中のナレーション通りですからね。これもまだ実際に試したことはないんですけど、ここにミサイル発射装置がついてます。この間のニュースーパーアベガといい、3号機はなぜかチャレンジングなデザインになりますよね。で、このトライカー3についてはこの赤いパーツの部分が合金製になってます。
さあ、これで3機が揃いました。トライカー1と2はダブルエンジンで、トライカー3はロケットエンジンですからね。僕これで地上走るの怖いな。じゃあ後半はこの3機を合体させてトライマックスにしてみましょう。これ説明書はこのね、箱の裏側なんですけど、これあんまり丁寧じゃないんですよ。あと、またしても老眼には厳しいこの字の大きさ。ちょっと合体させにくいところとかもあったんですけど、まあ、ある程度想像でやっていきますので。じゃあまずトライカー1の合体準備。後ろのパーツを外して、でこの赤い部分、スライドさせます。これで準備 OK。で劇中だと次にトライカー3が合体するんですけど、ちょっとおもちゃだとその順番はできないです。一応トライカー3の変形だけね、この位置にしておいて、でこれで1と合体するんですけれども、こういう感じで。ただこのおもちゃにはここロックがないので、ちょっと後回しにしまして、先に2を用意します。これは前後に分割して、でここがすごく悩んだ。まあ、自己流なんですけど、一旦ここの隙間に2を通します。お、入った。これで、まあ、塗装剥がれないように向きを変えて、でこのレール、これをここに溝があるんですけど、ここに通すつもりでこういう感じで、この状態にしておく。そして最後の合体、トライカー2をちょっと前に押し出すつもりで合体させてます。これで完成しました。トライマックス、もしくはトライカーマックスですね。これで今遊んでるの僕だけでしょうから、今日は自分のために合体解説しました。やっぱね、こういう合体する車も当時僕はワクワクして見てたんですよ。合体ガーとかもね、飛行用のメカンダーマックス同様に、このトライマックスもメカンダーロボの背中に合体することができます。劇中後半のメカンダーロボが2号機になった段階で、まあ、メカンダーロボが合体分離ロボットになっちゃうんですけど、まあ、その際にはこの3機合体の出番はなくなっちゃいましたね。でここはややこしいんですけど、後半はトライカー3と、あと新型のトライカー1ってのが出てきまして、それらはメカンダーロボのパーツと合体するようになります。その辺のギミックについては、まあ、僕のチャンネルではおなじみの CM ズコーポレーション、まあそこから出しているおもちゃが再現してました。で長い間、この3機合体のトライマックスについては、まあ、おもちゃが当時ものしか存在してなくって、でもどうしてもこの3機で遊びたかった僕は、まあ、この手のひらサイズの商品を買いました。ただ2017年にまさかの事態が起きまして、まあ、エボリューショントイから時効合金っていうメカンダーロボが出てたんですけど、それのおまけでメカンダーマックス同様、この3機も合体が再現されてるんですよ。まあ、定価4万円ぐらいだったので、あの時は買うの我慢したんですけど、でも今思えば21世紀に唯一立体化されたトライマックスですからね、なんか欲しくなってきたな。まあ、エボトイはやめとけっていう皆さんの声がまた聞こえてきそうですけど。さあ、といったわけで今回は僕の大好きなメカトライマックスをご紹介させていただきました。メカンダーロボは、まあ、東京12チャンネル、まあ、今のテレビ東京ですね、で放送されてたらしいんですけど、一応僕が住んでた静岡でもリアルタイムで放送されてました。僕だいぶちっちゃかったんですけど、あの毎回メカンダー狙ってくるミサイルドキドキして見てました。あれメカンダーに当たらないのはいいですけれども、なんか海とか山とかいろんなとこで爆発させちゃってて、あれでよかったんですかね。そんな感じで皆さんもメカンダーロボのことを何か思い出していただけましたか？思い出とかエピソードありましたら、またコメント欄に書き込んでてくださいね。楽しく読まさせていただいてます。あとメカンダーロボのことをあんまり知らないよって方もご遠慮なく、なんか間違えたこと書いちゃったとしても、詳しい方が後で訂正しといてくれますので。詳しい皆さんは喜んでやっていただけてますので、頼りにしちゃいましょう。マニアックな方が集まるチャンネルかもしれないんですが、ただ知識の量に優劣はつけないという考え方でやらさせてもらってますので、知ってる人も知らない人も同じ作品を好きな者同士、みんなでああだこうだ言いながら仲良くやっていきたいなと思ってます。より良いコミュニティになりますように皆様ご協力よろしくお願いします。さて次回はどんなおもちゃで遊びましょうかね。
また次の動画も皆さんと一緒にお気に入りのおもちゃで遊びたいと思ってますので、ぜひまた我が家に立ち寄ってくださいね。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さようなら。